こんにちは。9月29日、週刊仮想通貨ニュースのその4でございます。やりすぎですね。もう毎週これ。毎日これ。毎日見なくても。日刊になっちゃいます、ね。すいませんね。いやいや、もう大事な。週1でいいのにね。大事なニュースが多いね。そうですか。うん、はい、今回はですね、うん、オーストラリアの小学校で暗号通貨の授業が始まってるよっていうニュースをお伝えします。はい、うん、こちらです。こちらです。はい。ちょっと英語のサイトなんでね、うん、わからないんですけれども。わかりにくいかもしれない。まあ僕はね、はい、日本語翻訳して読んでます。はい。で、これ、ビットコインのブロックチェーンとか、うん、NIM のブロックチェーン使って授業してるそうなんですよ。はあ。はい。すげえ。なんで、まあ NIM の、こういう NIM フラッシュっていうニュース、うん、NIM ニュースみたいなサイトに乗っかってきてるんですけれども、はい。今回ね、うん、僕がわざわざなんで小学校で教えてるっていうことで、はい、このニュースを、はい、ここに載せてきたのかと言いますとですね、うん、はい、まあ、日本でね、もし仮想通貨の授業が学校のに学校で行われたとしたらすごいことじゃないですか。まあもうありえないでしょうね。まあ今の時期やと特にありえないでしょうね、うん、もっとに社会に普及してきてから、はい、やっとこさみたいな感じだと思うんですけれども、うん、そう、まあ大学であるかないかぐらいですよね、うん、あったとしても小学校ですわ、うん。うん。すごい。すごいことでもあるんですけれども、うん、はい、ただ、本当に仮想通貨って何とか、うん、僕がこうやって YouTube でお話ししてるようなレベルじゃ全然ないんです。はい。はい、例えばですね、うん、まあ、学校で購入するコンピューターがあって、そこに投票する、ブロックチェーンを使った投票システムを構築と。小学生がね。そういうことか。七福さんが YouTube レベルじゃないっていうのは、そんなレベルが高いじゃなく、低いっていう意味じゃなくて、もっと高いってことね。そうそうそう。この小学校やってることは。そう。え、学校で購入するコンピューターを決める投票システムを学生が作って、うん、小学生が作って、それで投票して小学生が決めちゃうっていうの？そうですね。すげえ。いや、もしかして教員かもしれないけど、これ僕、英語を読み間違えてるかもしれないんで、はい。まあまあ、ニュアンスじゃん。そうですね。ね。でもまあ、すごいんですよ。うん、この、ウォーラナ小学校っていうところなんですけれども、はい、オーストラリアのね、うん、その独自通貨のウォーラナコインをすでに発行してるらしいんですよ。はいはい、自分ウォーランか、ウォーラナか。ウォーラナ小学校ってところがウォーラナコインも発行してる。そうです。うん、ほんで、すでに4年生のチーム。はい。4年生って本当に10歳とか、11歳とかの4年生。10歳ぐらいですよね。っていう思うんですけれども、うん、ICO をしようとしてます。はい。ウォーラナコインで ICO をしようとしてます。なるほどね。この子たち。この子たち。うん。うん、そういう記事なんですよ。はい、で、学校のレポートにはね、うん、スティーミット、はい、を使ってると。スティーミット。スティーミットもわけわかんないでしょ、多分ね。うん、また、スティーミットコーナーね、なんかやりますけれども。また増えたね。増えたね。宿題が。まあ、言うたら、スティームっていう仮想通貨があるんですけれども、うん、結構時価総額高いやつですね。はい、で、それが、言ったら、ウェブ上でいいねを押すとね、はい、あなたに1スティームとか。はははは、うん。そういう仕組みの、通貨なんですよ。あ、めっちゃいいです、うん、最近日本で ICO あったアリスっていう通貨にもうほとんど酷似してるというか、はい、もうそれの元になったような通貨なんですけれども、アリスがこっちを、まあ、スティームをパクったっていうですね。僕がパクったって言わんように必死で言葉を探したのにモデリングした、ね、モデリングしたね。インスパイアされた、ね、そうそう、インスパイアされた。はい、っていうね、はい、まあ、つまりスティームットっていう SNS があるんですよ。 Facebook みたいな、はいはいはい、そこで前言ったら写真を投稿したりとか、うん、おしゃれな料理とか、はい、なんかこう、ね、うん、可愛い女の子が自撮りとか、はいはい、そういうやつに対して、いいねって押すと、1スティーム入るわけです。あ、めっちゃいいですね、それ、うんうん。っていうので、やってるわけですね、そこは。だから、広告とか、まあ。例えばいい情報とか出してくれたら、うん、もう1スティーム送りたいとかね。そうです、そうです。ほんで、そういうので、なんか例えば、もうしょうもないことを連投して稼ごうとするやつもいるから、うん、バッドもあるわけですよ。あ、はいはい、バッドになると、もうそのアカウント自体がどんどん消費されなくて、そう、下に落ちていく。そうですね。そういう仕組みみたいです。スティーミットっていうのはね、うん、すごく面白い SNS で、僕もちょっと仮想通貨絡みなんでやってみようかなっていうふうに思ってるんですけれども、うん、日本人まだまだ少ないんでね、はいはいはい、うん、もしかしてスティーミットであれば、一番になれるかもしれないですね、日本人で。あ、今から始めたらね。わかんないけどね。うん、もうスティーミットで有名人っているかもしれないけどね、日本人でも、はいはい、うん。SNS 媒体はですね、うん、今って Facebook とかは
広告で食ってますよね。あ、Facebook の会社自体がね。そうです、そうです。はい、で、Google とかも、まあ、基本的に広告で食ってますよね。そうですね。出てきますよね、一番上に。そうですね。はい、で、この Steam、まあ、YouTube も出てきますもんね。そうですね。うん、Steamit の場合は、はい、もう仮想通貨のやり取りになるんで、はい、いらないんですよ、広告。広告に頼る必要がないんですよね。はい、っていうの、はいはい、という、あの、すごくいいところがあるっていう。まあそれは新しいっていうか、これすごいビジネスモデルな気がするな。そうなんですよ。僕、広告に頼ってるビジネスモデルって、言うても20世紀のビジネスモデルじゃないですか。うんうんうん、だから20世紀にはもうそぐわないと思ってるし、はい、もう今のネットでリテラシー上がってきてるんで、広告なんて幼いじゃないですか。うん、そうですね。ってことは、広告出すビジネスモデルって、もうそろそろ潮時やなっていうのをずっと考えてるんですけど、うんうんうん、その一つの打開策としてこういうのが出てくるかもしれないですね。そうですね。仮想通貨を使って、新しい収入の体系というかね。はいはい、うん、そういうのができるかもしれないですね。うん、なるほど、なるほど、うん。あ、ちょっと仮想通貨を見直しました、今。あ、そうですか。一瞬、ちょっと。一瞬ね。ちょっとピンって、ヒゲ出た。うわ、ヒゲ出た。陽線出た。で、すぐ下がった。暴落。でもこれね、うん、本当、あの、ウォーラン小学校は一例です、はい。僕が読み取れた文面だけを、ね、はいはい、出してるんですけれども、もっとすごいことをいっぱいやってます、この人たち。はい、うん、もう、日本やったら大学レベルみたいなことをやってますね、完全に。ああ、もうプログラムを売ってるってことですね。そうですね、うん。まあ簡単なプログラムかもしれないですけれども、はい、やってるブロックチェーンが何であるかとか、ノードとノードを構築中とか、うん、なんかこう、多分ね、あの今言ってもすげえ時間かかることをもうやってます。うん、僕も、僕もあの小学生と一緒にこう習いに行かなかった。一人羊のおっちゃんおるわ。外人の。みたいな感じになりますよね。すごいですね。ね、これ本当にやっぱりね、うん、日本人は教育っていうものを考えないと考え直さないかな。長くなるからね。長くなるからね。教育熱いから、ね。まあまあ、日本の教育は全部悪くはないですけど、こうこういうのもちょっと取り入れていくっていうのはね、今国際グローバルな教育視点の中で大事なんで。やっぱり子供たちに競争力をつけるような教育をやっぱりやっていかないかなって思うんで。ね、まあ最新情報とかね。そうですね。まあ僕らがね、今パソコンはあるとしても、なんかまあ絵描いたりとか、そんな役に立て、まあ役に立てへんと言わへんけど、もっと実践的なことを教えるとか、まあ必要かもしれないですからね。はい。この変化の激しい時代に。なかなか教育について早くなる。じゃあ、教育の会作るから。あ、そうですね。日本教育の好きなだけ言っていい会作るから。あ、好きなだけ言って言っていい。非公開にしとく。集まりを。非公開にしとく。なんでやねん。限定公開にしてくれ。せめて。っていうね。はい。あの、今度次のニュースはですね、うん、この新しいちょっと稼ぎ方。はい、うん。稼ぎ方というか、はい、今ちょっと出ましたけれども、うん、広告を貼らなくていいんだよって言いましたよね、はい、それをほんまにやった会社があります。ほう、そのニュースですね、うん、それをちょっとお話ししたいと思いますよ。はい、はい、なんか今週から次の予告もちょっと入れてきてるんですね。予告入れてきてますね。なるほど、いいじゃないですか、うん、ちょっとね、つながりないとみんな覚えにくいやろ。ああ、なるほど、なるほど、うん、はい、うん、では今回はですね、またちょっと大阪の小学校では、うん、すごいもう仮想通貨の授業がやってて、スーパーも小学生ですね。スーパー小学生。もう僕らでも勝てないスーパー小学生がすごいことやってると。そういう世界もあると。そうなんです。うん、すごい不満そう。日本でやれみたいな顔してるけど。日本であんな難しいな。日本から逃げよう、みんな。七不思学校作ってやったらいいよ。仮想通貨。あの、購買でもビットコインしか買われへん。あ、なるほどね。パン、焼きそばパン、ビットコインしか買われへんとかにして。仮想通貨投資を教えてる。作る方ちゃうんかい。僕もあの、チャートの理論とかの授業するんで。みんなそっちばっかりやるんちゃうか。こう、ブロックチェーンの技術とかどうでもいいわ、言うて。まあまあ、そんな話もありますけども、はい、まだ、じゃあ、次週は、うん、次回は、新しい仮想通貨を使った新しい稼ぎ方の話を。それちょっと興味あります。はい。はい。ではそれはもう見逃さないためにもぜひチャンネル登録の方お願いします。メルマガもやっております。Facebook、はい、Twitter でやってますのでぜひフォローしてください。はい。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。